はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティスト慎です。今日は皆さんに今超話題の西村大臣風のマスクの作り方を教えたいと思います。このマスクの作り方、今までのマスクの中で一番簡単です。そして一番かっこいいです。なのでぜひね、最後までご覧になって皆さんも作ってみてください。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、では素材紹介をしていきます。今回はワイプオール70というペーパーを使っていきます。はい、こちらが両面テープです。こちらは 10mm から 15mm のものを使用します。はい、こちらがストッキングです。はい、こちらがハサミと物差しです。はい、そしたら最初にこのストッキングを 2cm 幅で輪切りにしますよ。いいですか。はい、もう一個。はい、そしたらですね、これをこのようにキュッキュッと引っ張っていくと丸まって、これが耳ゴムになります。このように丸く耳ゴムにして2つ作っておきます。はい、では始めていきます。まずこのワイプオール70をこのように四つ折りになってるんですが、こういうふうに開きますね。はい、そしたらですね、マスクサイズなんですが、西村大臣風はちょっとね、大きめに作るのがかっこいいです。なので、このマスクですね、この縦の長さはこのまま使用します。で、横の長さは僕は27センチで今回は作りますけれども、皆さんのね、フィットするサイズをちょっとこう一度作ってみてね、確かめて調整すると良いと思います。はい、27センチでカットしました。はい、まずこのワイプオール70をですね、真ん中で折ります。はい、いいですか。そしたらですね、だいたいここね、ここの部分なんですが、まあ僕はおおよそでやっちゃいますが、だいたいこう見て3センチぐらいですね、3センチぐらいのところを、このようにカットします。そしたらこの反対側もですね、3センチのところ、まあ大体これと同じ大きさですよね、同じ大きさでこのようにここをカットします。はい、はい、そしたらこれをね、広げますね。こう広げたらですね、ここの下のところはね、上はこうくっついてるんですけど、下はくっついてないので、この下の部分のところに少しだけね、この両面テープをカットして、ここをね、留めます。この2枚のペーパーをここで1箇所だけ留めておきます。はい、そしたらここをね、ここをピシッとここ揃えて貼りますよ。いいですか。はい、貼りました。そしたらですね、これをこの真ん中の線、こう真ん中に、ここに真ん中にもう一度折り込みを入れて、ここの真ん中の線ありますね、真ん中の線のところで折ります。上からも折ります。いいですか。はい、そしたらこの横の部分をこのように折ります。いいですか。だいたいまあ1センチ弱ぐらいですかね、折ります。はい、こうやって折ったら、この両面テープをこの長さで、おおよそで大丈夫です、カットして、そしてここのね、ここを貼り付けます。このように、その時に、このペーパーが少しだけこう止まるように貼っておくと作業がしやすいです。ここのところですね。はい、反対側もここをこのように折ります。そしたらこの両面テープをこの部分カットして、で、まあ、ここをね、このようにはります。いいですか。貼ったら、はい、そしたらこれを剥がしますね。剥がしたら、先ほど作った、
この耳ゴムですね、耳ゴムをここにこう貼り付けて、そのまんまこれをねマスクを、この時ダ、まあ、ダブつかないように、まあ、このように折ります。まあ、ダブつかないと言ってもまあ大丈夫ですけどね。はい、いいですか。そしたらこの反対側も、両面テープを剥がしますよ。剥がしたら耳ゴムをここにこう貼り付けて、そのまんまここを折りますね。はい、これでねもうほぼほぼ完成なんです、実は。でそしたらですね、ここちょっと折り紙的なもの感じなんですけれども、これをね、まあ、半分にこう折りますね、ここを、まあ、半分に折ります。で折った時に、まあ、ここの部分ですね、ここの部分をここちょうどここ、まあ、半分で折るとここにこう折り目がつきますね。でこれをねこう持ってあげて、まあ、反対側もそうですね、反対側もここに折り目がついてるので、ここをこういうふうに折り目を持ちますね、持ちます。はい、持ったらここ重要ですよ、持ったらそのまんまキュッキュッとこの真ん中でこれを折りますよ、マスクをね真ん中で折ります。まあ、その時にここのね、ここの部分ですね、ここの部分をしっかりとこうやって折り込んであげましょう。あのね、これのこの折り込みでね、鼻の部分とか顎の部分が出来上がるので、まあ、ここをこうしっかりこう折ってあげて、こういう感じにします。今ここちょっとずれてますよね、ちょっとずれてるから、これを少しこう直してあげて、このようにします。そうするともうこれで西村大臣のマスクが出来上がります。はい、でですね、ここね、さっきこう2枚重ねたじゃないですか。だからここの部分に実はこのね、例えばこの中二重になってますよね、中にこのペーパーをこのように入れてあげて折り込んでいけばフィルター効果は上がります。で例えばそこのね、中だけ変えたい、フィルターだけ変えたいって人はこの部分でここをね、ここにさっき切ったペーパーをこのように入れてあげる、まあ、そうするとね、フィルターをここだけフィルターを変えられるんですね。だから、まあ、ちょっと長持ちさせたい方はここの部分のフィルターを変えられるようにしていくのも手じゃないのかなと思いますね。この中に、ね、入れ込むこともできるんですけど、そうするとフィルターが取り出せないじゃないですか。だからまあこのように入れ込むとこのマスクは、うまく使えます。それでね、これをしっかりこうやって折り込んで、ここでこのようにしっかりと折り目をつけておくことが大事です。いいですか。はい、これで西村大臣風のマスクが出来上がりました。ではね、ちょっとつけてみましょう。はい、ではできたマスクをつけてみましょう。これはですね、もう何も言うことありません、完璧です。ものすごいこうフィット感とものすごい心地よさがまずつけた瞬間にあります。いやー、この息もしやすいですし、なんでしょうね、さすが西村大臣という感じがしますね。このマスク完璧です。はい、ぜひ皆さんね、作り方見ていただけて分かったと思いますが、すごく簡単なので、ぜひね、皆さん一度は作ってみてください。で、つけてみてください。ね、なかなか、やっぱおしゃれでかっこいいですよね。なので、まあそういう面でも、安全面もしっかりしてますし、おしゃれ面もしっかりしてますし、とってもいいマスクだと思います。ではですね、また皆さんのご意見をいただいて、
改訂版につなげていければいいなと思いますので、このね、このマスクこうしたらいいんじゃないかなっていうようなご意見ありましたら、下のコメント欄にコメントください。この動画がいいねと思った方はグッドボタンをよろしくお願いします。でまたですね、チャンネル登録をしてくださる方がたくさん増えて、とてもね励みになってます。なので皆さんぜひねチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。よろしくお願いします。またね、僕ねマスク以外ではですね、綺麗なお花を動画で上げてます。なのでそちらの方もぜひご覧になってみてください。そうすると綺麗なお花とか見ると免疫力も上がると言われてますので、ぜひ免疫力も上げてかっこいいマスクを作ってみてください。はい、ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。